はい、皆様こんにちは。ホスピタリティコンサルタントの船坂光弘です。このチャンネルではサービス業で頑張っているあなたを応援するビジネスメソッドをお送りさせていただいております。ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録をお願いいたします。チャンネル登録していただきますと、とてもとても励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。今日のテーマはこちらです。人手不足解消法はこれ。従業員満足度 ES の高い職場の共通点と向上施策とはです。この動画を最後までご覧いただくと、人手不足で困っているサービス業でどのようにすれば従業員満足度を上げて離職者を減らすことができるのか、その具体的な方法が分かりますので、ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録をお願いいたします。離職を下げるために従業員満足度を上げなければと思うのですが、どうしたらよいでしょうか。ある経営者からのご相談があったんですね。このサービス業を中心とする人手不足に、この歯止めがかからない状況があります。せっかくですね、このコロナが明けてお客様が戻ってきているにもかかわらず、あるホテルでは客室は空いているのに、泊まりたいお客様もいるのに、清掃スタッフがいないために客室を売り切れない。ある飲食店ではスタッフがいないために店を開けられない。こういった声をですね、本当によく耳にするようになりました。その対策としてはですね、スタッフ募集を、これ常にかけているのですが、この求職者というのはですね、なかなか現れず、結局現場の負担が増してですね、スタッフが疲弊して新たな退職者を生むといったですね、この負の循環の組織を多く見かけるということも現実としてあります。そんな状況も踏まえて、従業員満足度 ES を高めて、なんとか離職者を減らしたいというのも無理はありませんよね。一方でですね、私がホスピタリティコンサルタントとしてさまざまな企業を訪問する中で、コロナ明けでも、このお客様が戻ってきて多忙を極めているにもかかわらず、スタッフは疲弊するどころか生き生きと輝いて仕事をしている職場もあるということも、これ事実なんです。ではこの違いっていうのは何なのでしょうか。ある調査によるとですね、この顧客満足度が高い職場はですね、従業員満足度も高いという結果が出てるんですね。でこの理由にですね、実はまさにこのホスピタリティというのが関係してるんです。このホスピタリティというのはですね、一般的にはおもてなしや気遣いと解釈されていますが、本来の意味はですね、お客様におもてなしを通じてお客様の喜びや幸せに貢献することを意味しているんですね。このお客様に対して私たちの貢献が、お客様からのありがとう、また来るねといった感謝の言葉であったり、あなたに会いに来たという自分の承認欲求を満たす言葉であったり、お客様の嬉しそうなその笑顔といったですね、この反応を得ることになっているわけですね。このお客様からの私たちへの反応、つまりフィードバックこそが私たちの仕事のやりがい、この仕事の喜びを高める精神的報酬となり、この仕事をしている満足度につながるんです。このようなことからも分かるように、顧客満足度の高い職場というのは、それだけ多くのお客様からの感謝の言葉や笑顔などのフィードバックをたくさんもらえるので、スタッフたちは精神的報酬の総和が顧客満足度が低い職場よりも当然多くなって、仕事にやりがいや誇りを持ち、スタッフの心は満たされるので、従業員満足度が高くなるという傾向があるんです。それでは、人員不足で疲弊している職場が顧客満足度を高めて従業員満足度の向上につなげるためには何が必要なのでしょうか。これまでのですね、この従業員満足度を上げる施策というのはですね、待遇の見直しや福利厚生の充実、残業時間の抑制といったものでした。もちろんですね、これはこれで重要なのですが、どこまで待遇を上げれば従業員は満足するかということは未知ですし、一度上げればですね、すぐにそれに慣れてしまい、またさらなるアップを期待することになりかねません。したがって重要なのは、お客様への喜びや幸せへの貢献が自分の喜びになるという、このホスピタリティを私たちの共通価値として
組織にインストールすることで、私たち一人一人が仕事の意味、目的を理解し、お客様に貢献することが自分の喜びにつながること、そして私たちがこの仕事を通じて喜びや幸せを実感したければ、今よりももっとお客様を笑顔にすること、感謝されることをすれば良いということを理解することが実は必要なんです。まあ、このようにですね、この従業員満足度を上げることは会社からの施策だけではなくて、私たち一人一人がお客様にホスピタリティを提供し、顧客満足度を高めることで私たちの従業員満足度につながるということなんですね。まあ、終身雇用、年功序列といったこの社会構造が崩れた今、私たちの意識もこれからは会社が何か与えてくれるのを望むということではなく、自立した一人の人間として人間力を高めて、自分で自分の価値を高める思考と行動が求められます。それではこのホスピタリティの考え方を思考と行動の軸とすることは、サービス業で働く上で、顧客サービスにおいても、自立した人間としての価値を高める上でも効果的です。会社に求めるのではなく、自分の満足度は自分で高める意識も必要ですね。ザ・ホスピタリティチームでは、企業運営にホスピタリティを生かすコンサルティング、研修、講演のサービスを提供しておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。またこの度オンライン・オンデマンド研修コンテンツも始めました。いつでもどこでも一人でも学べる研修コンテンツです。詳しくは概要欄をご覧いただきたいと思います。さあ、いかがでしたでしょうか。この動画が役に立ったなと思われた方は、ぜひ高評価のボタンをお願いいたします。またこのチャンネルでは、これからもサービス業で頑張っている皆様を応援するビジネスメソッドを毎週お送りしてまいりますので、チャンネル登録していただけますと、とてもとても励みになります。そしてザ・ホスピタリティチームでは、サービス業の課題を解決するコンサルティング、研修、セミナー、講演のサービスを提供しておりますので、よろしければ概要欄をご覧いただきたいと思います。また私の著書、接客サービス業のリーダーにとって一番大切なこと、PHP 研究所より発刊されております。そちらもですね、詳しくは概要欄をご覧いただきたいと思います。さあ、それでは最後にですね、今日もあなたの笑顔でお客様を笑顔にして、貢献を喜びに変えるこのホスピタリティでですね、輝きのある一日のお過ごしいただきたいと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。